はい、ルパン三世ファンの皆さん、こんにちは。今回はね、北海道の浜中町に来ました。で、ルパン三世フェスティバル2022ということでね、ちょっと人生に一回行ってみたかったんで行ってみました。これルパン三世ストリートですね。まあ、何もない田舎の道ではあるんですけども、まあ、ちょっと進んでいくとですね、これ端っこ折っちゃいましたけど、進んでいくと人がちょっとね、ずーっとこう、まあ30m、40mぐらいかな。あ、これ次元スーパーですね。で、進んでいくと今度はね、マンホールに次元大輔とかねいますね。これ次元スーパーで、これルパン、ルパン三世ですね。で、また進んでいくと今度は藤子ズバー、藤子ちゃんのバーですね。行ってみたいですけどね。まあ、仮想店舗なんでやってはいないんですけどもね。はい。で、ルパン三世以外を断りなんて書いてありました。近く、最寄りの駅にね、五右衛門の居酒屋五右衛門っていうのもありましたね。ちょっとそっちは写真撮れなかったんですけども、峰富士五右衛門。はい。すごいですね、マンホールがね。本当にでも、ここの一角だけだですね。で、出口に富士子ちゃんが、ルパン三世と。決まったルパン三世通り。逆から見ると、寂れた通りです。通りでした。で、ミュージアムの方戻ってね、フィアットがあって、で、階段にボケてしまってるんですが、ね、モンキーパンチ先生の書いたルパン三世の数々、これをムカカリシコロね、モンキーパンチで部屋を再現させてるようなもんですね。で、いろんなね、話に出てくるようなものの作ったものとかね、表彰盾とか、これ1話のあれですね、レースに使ってるやつですね、使ったやつ、銃、黄金銃とかね、いろいろ絵が、原画だったりね、そういうのがたくさん展示してありました。ね、ほんとモンキーパンチですね。ルパン三世がだけだとは思ってなかったですけど、がまあメインであれだとは思って分かっていたんですけど、なんか他にもね、いろんなね、実は漫画の作品を描いてらっしゃいましたね。そんなのも展示してありましたけど、一角は撮影しちゃいけない場所なんていうのもありまして、まあちょっと部分的にしかね、撮れてない。あ、これごめんなさい、部屋ですねって感じですね。実際に使ってた筆とかね、これモデル、ワルサー P38 ですね。愛用のライターとかね、昔の不完全作品ですとかね、ありました。で、外出るとね、ラッピングした車だったり、あと道にまでね、これ公民館みたいなところの入り口ですけどね。で、あとラッピングバス、これはラッピングトラックか、これはね、フェスティバルの時だけしか多分出てこないと思うんですけど、こんなのがたくさん並んでおりました。すごいですよね。ルパン三世ファンにはたまらないっていう感じで。でね、自衛隊がね、ルパン三世ファンに演奏してくれて、1日目はこんな感じで演奏してくれましたね。
で2日目はねトークライブクリカンさんと、これ新しいやつですね、波川さん出てました、すごいです。